合肥を陥落させた諸葛亮は孫権をはじめ多くの孫吾の将を人質とし大蛇の元に戻る。孫策と孫権は人質の身を免れたが、もはや大蛇軍に抗う力はなかった。こうして孫吾は大蛇の属国と化した。蜀に続き呉も滅亡だが、ことここに至っても人の反抗は止まず、かえって激しさを増していた。大蛇はこの報を聞き深く頷く。望みを果たせる者はまだ尽きてはいない。大蛇軍は強者の姿を追い求め、再び進軍を開始する。孫策さん、孫吾が属国になったからって敵されてるの？しょうがないじゃない、諸葛亮さんに負けちゃったんだし。で、俺に何をさせる気だ？家康さんって人をいたぶってほしいの。今の怒りを思いっきりぶつけちゃって。全軍に進め。気は乗らねえが、親父たちのためだ。伊達政宗推薦、徳川勢に加勢せよ。器の違いをオロチとやらに見せつけてくれるわ。すでに備えはできては、急ぎ消火せよ。わっちゃ、俺の家系読まれてたみてえだな。敵の大将は家康だっけ。やるじゃねえか。敵将撃ち取った。
敵将を討ち取った軍勢が敗れたというのか。このままで済ますわしではないわ。影よりの刃受けよ。こんなとこにまで復栄かよ。念が言ってやがるぜ。まだまだわしには奥の手が残っておる。今こそ勝機、皆が敵本陣を落とします。うわ、今度は本陣の奇襲かよ。ここまで来よったか。よかろう、奥州王政宗がじきじきに成敗してくれるわ。敵将を討ち取った。勝てぬ。なぜじゃ。天下を覆う器を違う徳川殿にはないと。忠勝さえおればまだ耐えられたやもしれぬ。戦って迫るのみぞ。しばらねうさんさ、肩に大谷型分けられるのだ。敵将を討ち取った。選べ、弱き者よ、従属か死か。無念だが今は耐えねばならぬか。ああ、お前も家臣の命背負ってんだろ。
止めてあげる。今後はオロチ様に従ってね、犬みたいに。はは、ありがたき幸せ。この家康、オロチ様のために粉骨砕身働きまする。私たちのために。殿は幸福の道を。屈辱。オロチこそ天をつかむ雄と信じ、伊達政宗地下に水産つかまつったり。この政宗を軍列に加えよ。先の戦での無礼に勝る子を立ててみせよう。また呼び捨て。でもまあ素直そうだし、仲間にしてもいいですよね、オロチ様。ある者は我を言う、ある者は魔と呼ぶ。面白い。まことに人とは分からぬものよ。